はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、行きましょう。今回はね、何をするかというと、あ、そっか。まあ、ちょっとね、順を追って話すと、ハットトリックガチャっていうのが来ていて、ハットトリックガチャに関しては、ちょっとね、引いてみたい意味もあって、というのも、カバソスもね、証明するのも両方持ってないので、まあ、同時に狙える、ガチャということで言うと、これは悪くないのかな、ということでね、まあ、セルフピックアップした、選手ね、まあ、サポカも含めて 30% で出るよとかっていう話もあるし、まあ、常時ね、スーパーチャンス状態で 5.25% で、星3は出ますし、まあ、5枠ずつね、サポカも、選手も両方狙えるよという形な上に、2枠ね、キグガチャがついてるんだよね。で、そっちも SSR は 5.25% で出ますよと。でね、俺、キグガチャに関してあんまり引いてなくて、キグがね、SR も含めて少ないので、まあ、そういう意味ではね、ちょっと、持ってない選手サポカを狙いながら器具もゲットできる可能性があるという意味では、このガチャね、そんなに悪いガチャじゃないかなというかね、ちょっと引いてみたいかなとも思うんだけど、まあ、やっぱりね、もうちょっと、ジェムを貯めたいというか、もうちょっとどころかね、全然ジェムまだ貯められてないんで、まあ、これを引くのを我慢してチケット引こうぜっていう話ですね、今回は。で、まあ、ランクマッチが終わりまして、クラブマッチが終わりまして、SSR、確定のね、チケットガチャと交換できるだけポイント貯まったんで、選手の方はね、月の頭に引いちゃったから、今度はね、今回は、こちらのね、SSR サポートカードのね、確定ガチャ、チケットね、ちょっと引いてみようかな、という感じですね。はい、ということで、まあ、交換したんで、引いていってみましょう。まあ、サポカーに関しては、サポカガチャ自体をね、引いてる回数がすげえ少ないので、まあ、SSR 出てくれるんだったら、割と当たり、多いかなというかね、まあ、持ってないやつ出れば、まあ、とりあえずは悪くないと思うし、60で止まってるやつとかだったらね、結構古いやつでも、逆転スーツとか60で止まってるから、65になるとでかいかなということで言うと、まあ、最新のやつはね、無凸でも使えるだろうしとかね。まあ、そういうのも含めて、サポカーはね、とりあえず当たりの、数としてはね、広いのかな、ということで、まぁ、ちょっとね、引いてみようと思います。行きましょう。行け!さあ、何が出る?めちゃくちゃ強いとかが欲しいかな?無凸でも使えるって意味では、そこら辺が一番嬉しいんですが、何が来るか。さあ、ああ!これは、ポーか。はい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 。あれ、ポーも俺持ってなかったよな。初ゲットだね。はい、ということで、まあね、サポカガチャ、確定のやつね、引いてみましたが、中身はポーでしたね。はい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 。まあ、テクニック系か。天才との出会いとかもね、引いてるけど、無凸のまま使ってないという、状態ですが、今回引いてきたのはポーだよとは。あ、でも、ポムの方が一応カードが緑だから、使い道ありそうかな。で、仮に50まで上げたときは、レクチャーアップ 30%、レクチャー率アップか。はい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 。レクチャー率アップか。スペルクアップではないんだね。ポムはどうなんだろうな。テクニックアップ 18%。で、ドリブルカードが2枚あって、片方緑だよと。65での解放はサーキットトレーニングか。なるほど、なるほど。60で練習ボーナス、80で、スタミナ15と練習試合ボーナス20か。なるほど。天才との出会いの方は、あ、違う。予行しちゃった。天才との出会いの方は50まで上げたら、テクニック 18% は一緒で、あ、コンディション削減とスペシャル練習発生率アップか。あ、いや、微妙だな。それだったら、ドリブル2枚の方が嬉しいのかな、やっぱり。
で、練習ボーナスと、賢さアップ、レクチャー率アップ。あ、なるほど、なるほど。俺はこいつとサッカーがしたいよね。レベル上げずに持ってますが。そうか、これはコンディション回復アップ。そもそもスピード系なのか。なるほどね。はい、ということで、まあ、無凸の、コレクションがまた増えたぞという感じですね。まあ、ちょっとね、この辺に関しては、レベルアップは、まあ、最新のやつ手に入れた方が無凸で使えるし、その辺をね、すぐレベルアップできるように、強化は温存かなと思うんですが、まあ、メモリーボール自体はね、1万個超えたので、まあ少し余裕があったらレベル上げてみてもいいのかもしれないんだけどね。そうね。まあ無凸をレベル50まで上げるのに2790かかるみたいだから、そういう意味では、そうね。2700、まあざっくり3000として4枚分足りてるかどうかぐらいか。まあ2790を3000と見るのがあれだから、まあ多分足りてるかな。無凸のカードレベル50まで上げようと思ったら4枚は上げられるだけメモリーボールもね、いつの間にか溜まってるので、まあそういう意味ではね、ちょっとレベル上げてみるのも、スキルコネクト的なやつでね、コレクションスキルで地味にステータス盛れるところとかを考えたらまああるのかなとは思うんだけど、まあただね、ここの、ステータス上昇ってビビたるもので、現状ね、コレクションスキルの効果、俺の場合こんな感じになっていて、まあ、なんだろう、編成とか関係なく、初期スピード266、初期テクニック311、初期スタミナ108、初期フィジカル202、初期ギーク230、初期賢さ149はね、上がるようになってるので、まあ、この辺の底上げってことで言えばね、レベル上げずに持ってるサポカー上げてみると、多分ね、少し選手との組み合わせとかでね、この辺上がると思うんですが、まあ、ただそれのためにメモリーボール使うのもどうかなと思ってたりするので、まあ、一旦温存かなという感じですね。そうだな。まあ、あと、ついでに動画撮ってるからね、報告しておくと、なんかね、謎にレベル75選手がね、4体に増えてますということで、まあ、ライチとかね、なんでレベル75に、なったのかって言うと、別に裏でガチャを引いたとかではなく、ライバルリーでね、なんかライチばっかり周回してたら、割とピース回収できて、25枚になったので、交換所のね、ランクマッチメダル合わせて、75にとりあえず上げておきましたよという感じですね。まあ、70と75だとほぼ誤差なんですが、まあ、一応ね、固有解放までリーチになったぞというのを、分かりやすくなったかなという感じですね。はい、ということで、まあ、今回はこの辺にしておこうかな。本当にね、ライチ75になったぐらいしか、育成環境に進展がないので、まあ、似たような育成しかできてませんというのが現状ですというとこですね。で、今回のね、SSR の、サポカのガチャも、最新のやつが手に入ったらね、無凸でも特殊効果があって使えたかもしれないけど、そういうのも手に入んなかったので、相変わらずちょっと現状維持になりそうかなという感じです。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしよう。あ、そうだ、思い出した。バローイベの報告もしとかないとね。バローイベ最終結果として、称号のランキングがね、テクニックキックの合計で 37,762 が、最終的にはボーダーだったみたいです。ということで、そうだ、バローの報告忘れてたよ、完全に。まあ、俺のバローは、キックだけでね、4万超えてるものが作れてるので、称号はもらえそうですね、という感じかな。まあ、この辺は、完全にね、フレンドの指導のおかげだよという感じではあるので、まあ、他の人たちも指導は使ってたから、まあ、そこはね、条件一緒なのかなとは思いますが、まあ、他でもね、そうね、まあ、潰す一択が一応65に上がってたのは多少意味あったかなという感じかな。これ育てた時も多分ね、シャトルランの黒とか1回ぐらいは踏んでるから、全く無意味ではなかったのかなという感じですね。まあ、スピードとスタミナ死んでるからね、もうちょっと光ってくれてもよかったんだけど、まあ、キック4万出たのは良かったかなというぐらいですね。
はい、ということで、まあ、ちょっとね、ハットトリックガチャにはね、惹かれるものがあるんだけど、まあ、ちょっと我慢しようかなということで、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。